11月1日金曜日ニュースオープエド、今日は余裕を持ってスタジオ入りしたアンカーの倉持凛太郎です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは、はい、アシスタント浅野由香です。本日はゲストにファイナンシャルプランナーの岩井うららさん、解説員はフリージャーナリストの五十嵐文彦さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。女性の活躍を後押ししそうです。女性の活躍ということで、男性の育休ですね、まさに働く女性ですけども、はい、岩井さん、はい、国家公務員の、ね、育休とか、はいはい、政治家が、ね、育休取るとかって言って、はい、ちょっと話が違うんじゃないかって感じがするんですけど、はい、政治家の育休とね、はい、普通の、ね、民間企業 の、ね、あの男性の育休で違いますよ、それは。そうですね、っていう感じなんですけど、まあ、これ国家公務員ですね、男性国家公務員、はい、どうでしょう、こういう制度。なんかすごい場当たり的な感じが。さっきから批判的ですね。全然いいですよ。全然いいと思います。はい、なんか意味、本当に意味があるものなのかなと思うんですけど、うん、どうですかね。どうなんですかね、これ岩原さん、こう取る人いるんですかね、これ。いや、いると思いますし、うん、私は必要だと思います。うん、ただし、そうすると本当に忙しい中枢部門のですね、官僚の皆さんとかは結婚がまた遅れるかなと思いますね。あ、さらに例えばね、 なぜ夜中まで働くかっていう、はい、私が国会議員をしてた頃なんか質問に立ちますっていうと、質問取りというのに来るんですよ、夜中まで、はい、で何時間もね、こういうどういう質問されるんですか、そうですか、誰を呼びたいですか、いうような、質問をですね、細かいところまで聞きたがるわけですね、はい、答弁書を書くために。でそれから署に帰ってから答弁書を作る、そのためにすごい時間がかかるわけです、うん、徹夜になるわけですよ。そういう作業をする人に育休を取りなさいったって取れないですから、はい、ということはその人たちも時間が空いてしまったらですね、そういうキャリアを順序を踏めないということになりますから、そうですよね、結婚を遅らせて子供を作るのも後にしようかなということになりかねないですよね。結局こういう国の制度って、まあ、この中でもそうですけど、民間企業においてもやっぱり大手はね取れるんですよ。そのハッピーフライデーとか言って3時から飲んでるやつって大手ばっかやんみたいな、中小はやっぱそんなね飲んでたら潰れちゃうんで、育休も取れないし休めないしっていう、これも完全同じ構造ですよね。上の人たちは取れるけど一番働いてる人たちは取れないと。しかもその事前質問の事前通告の話、まあ、この前ちょっと森優子さんのね漏洩うんぬんとかっていう話がありましたけど、まあ、野党議員が質問を事前通告するわけですよ、こんなこと質問しますと、うん、言うとそれに対してまあその答弁を書く、今五十嵐さんおっしゃったみたいに、これがね遅すぎるからブラック化を生んでるんだとかって言うんですけど、これねちょっとねミスリード、野党の質問者が決まるのって前日の夕方とかなんですよ。例えば一番ギリギリだと、うん、明日の朝の10時に質問しますって言われて、うん、そんなにすぐに質問ってできないですよ、うん、これってやっぱね会期制っていうのがあって、じゃあその今の臨時国会はじゃあ12月の何日までってなってますけど、もその通常国会も6月までとかってなってるから、この会期をめぐって闘争するわけです、日程闘争で、いつの質問をね委員会を入れるんだとか入れないんだとか、くだらないそれ審議拒否だとかってやってるから、急に質問が決まってじゃあ誰にやると言って法務委員会誰と誰と誰って前日に言われても、それは質問通告直前になりますよ、日程闘争してるから。だからこれもう会期とかなくしてもう通年国会、うん、なるほど、うん、僕らも会期ないじゃないですか、働いてて。まあそうですね、うん、本当は会期をなくすと今度はですね、与党政府の言い分が全部通ってしまって会期入れで廃案にすることができなくなるという、うん、野党も抵抗したら、まあ、でもね今はもうそんなことないと思いますよ。いや それはもうねまあ、だってもう中間報告で共謀罪とかも通しちゃうような世界ですから、そうですね、うん、もうそれだったらもう少しでも審議を充実させるための、まあでも五十嵐さんおっしゃるようにやっぱ与党 の審議未了っていうのもなくなっちゃうとっていうこともあるんですけども、私は個人的にはやっぱりなるべく審議を充実するための制度をもう取ると、もう何をやっても法案は通過すると、ということで少しでも議論を充実させようとかって思っちゃうんですけどね。いや、議論できる議員を作る方が先です。まあ、それもねだからその日程闘争があるから、なんていうかその本当に政策の勉強とか質問をこうじっくり考える時間とかってやっぱないような気がする。その辺どうですか。
私は個人的に一番ひどかったのはね、私がアメリカ出張公務で出張して帰ってきて、夜成田に着いたら明日質問してくれ、ひどいですね、言われたことがあります。で質問したんですか。それで家へ帰らずに議員会館に直行して質問を作りましたよね。では夜中ですね、はい、だからまあそういうのをね、少しでもこうだから なんていうかこうメディアも表面だけを切り取って夜中に質問通告するなんてひどいとかね、それ漏洩するなんてどうだとか、そういうところじゃなくてもこう制度的なね、抜本的な問題点を報じてほしいなと